じゃあ次の曲のタイトルがピンキリっていう。あ、ブルームじゃない。ちょっとあの、こんなんありませんかね。見たいもんね。これ、なかなかいい企画を持ってきまして、御社にたらこういう形で、あの御社の場合、大丈夫です、この企画は、これ、あの、たぶん、この一つのフォーマットでございますので、御社用にカスタマイズさせていただいてです、ね、こんな感じで、こんな感じでやると思ってますけど、で、それもめちゃくちゃいい話かもしれんけど、出して何個ぐらいですか、それ。それは、あの、ものによりましてですね、これは江崎さん、まあ、ピンキリなんですわ。こういうトークよくあると思うんですけど、でピンキリなんですわって言った後に、話がさらに進んでたことがありますか。ピンキリという言葉は便利な言葉なんですけれども、ピンキリという言葉を使えば使うほどビジネスは前に進んでいかない。いわゆる提案してる側がお客さんに、ね、本当は自分が仕切らなあかんのに、お客さんにそれを押し付けてるような状態になってて、お客さんは決めれませんわ。実は言うね、決めれるんやったら、あ、要するに皆さんのことは、皆さんというかこの軸内さんのことは呼んでないわけです。まあ経営者さんっていうのは特にそうなんですけども、お客様は神様ですという考え方は一つにあるかもしれませんが、実際のところ、いいですか、神様やったら皆さんにはこの軸内さんには依頼をしてない。より個室を導いていく軸内さんが、ピンキリですわ言うてたらあかんでという歌でございます。それでは2曲目参りたいと思います。ピンキリ、
ありがとうございました。